をつけてる点だとか、そういったことを教えていただく。それは食事としてってことですか？何でもいいですけど。何でもいい。食事に関して言うと、まさにさっき出したスライドとかもそうですけれども、いわゆるその社会毒っていうのをいかに入れないかっていうことを考えてます。で、特に、考えてるのは、まずね、ただでできることからやる。で、避けるものを避けれるものからやるってこと。砂糖を家から捨てるのは0円でできますので、で、だからまずそこからやる。牛乳を飲まないのも0円でできますから、まずそこからやるってことですね。で、あとその農薬入ってないものを食べるのもそれは大事なんですけど、それはちょっと探したりしなきゃいけないので、一応砂糖脱とか牛乳脱のが先ですね。はい。それってそれは指導の時も同じです。で、その食育する時もそうですけど、調味料から必ず買いなさいというようなことから入っていって、ちゃんと一応順番はありますね。ただ、まあ、うちなんかは基本的に電子組み換えのものもあんまり食わないように一応してますけど、まあ、外に行ったりとかするときはね、全部避け切ることはできないので、もうその辺なんかある程度許容してやったりとかしてますし、やっぱり一番避けた方がいいものとか安いものっていうんですか、避けれるものからまあ避けるっていうふうなことでやってるのはやってますね。ただまあ一応 家では結構そこそこにはやってますよ。はい、浄水器なんかも一応ちゃんと使ってますし、肉なんかも全部通販でちゃんと餌まで全部考えてやってるような、そういう肉とか、まあ、買ったりとかはしてますけど、まあ外でなんかはそんなに言うほどやってないっていうので、まあある意味適当ですね。もっと僕より真面目にやってる人は結構いると思います。僕は本当はそうやった方がいいと思いますけど、まあいろいろね、例えば懇親会とか、ね、そういうのある時なんかも普通の居酒屋で飲む時もありますから、まあ、そういう時に食材選ぶの無理ですからね。はい、まあ、外で例えば居酒屋で例えば食べる時とかはやっぱり同じ考えで、牛乳とか砂糖物とか居酒屋のものからメニューのけることも、それはすぐできますので、そういうところをやっぱり、まあ、例えば居酒屋のメニューでも選んで、そういうのを知ってればそういう最悪のものからとりあえず横に避けることができますから。で、あとその生活に関してって、食だけのことじゃなくて、僕がですね、一番注意してること何かな、そういう聞かれ方あんまりしたことないんですけど、僕はやっぱりね、その依存症っていうものに関してずっとなんか治療したりなんか薬抜きしたりとかやってきたので、その依存っていうことに関してもその何ていうのかな、その病気の人とかそういう人だけじゃなくて、全てにおいてもそういう目線で見てます。はい、でその逆で言うと、自立とか、ね、独立とかそういうものはその逆になりますので、いかに自立してるかっていうことを基本としてまず考える。で、人に指導する時もまずそういうふうに持っていくっていうことを考えるし、あと自分も同じ、自分が考えた時に、だから依存してないかどうかと、はい、いうことをまず最初にこうコンセプトの、ね、基礎として考えるっていうふうにしますね。はい、でほとんどの人は実は自分依存してないと思っても大体依存してますので、で何かしら人間ってのは何かしらに対して多分依存したりとかするっていうことはあると思いますので、その依存するっていうことがあっても、それをまあ当然減らすっていうことと、もう一つ大事なことは、その依存っていうのも違い方すれば執着とか脅迫観念とか、そんな言い方もできると思いますけど、それを一体、ね、どこに持っていくかっていうことが結構大事なんですね。はい、その依存するものがいいものに依存してれば、すごくね、社会に役立つということは当然あるわけですけど、当然その今の人間たちって悪いものしか依存しないわけですね。はい、だからそういうその矛先っていうんですか、そういうようなものが一体どこに向かってるのかっていうことを自分もやっぱり考えますし、どうしてもなんかいろいろ聞かれたりする立場なので、まあ、そういうのに聞かれるっていうことを前提していろいろ考えちゃうから、その人たちに対して今の考え方とかコンセプトっていうのが、その人に、まあ、伝わるのかどうかっていうことなんかを一応考えちゃいますかね。はい、まあ、つっても最終的には私は人間嫌いなので、はい、人類滅べと思ってますから、そういうふうな観念も持ち合わせて、まあ、それもだから一つ自分でなんかそういうのね、縛られたくないっていう、そういう観念の慣れの果てかもしれませんけどね。だから皆さんがそれと同じになる必要はないと思いますけれども、僕はそういう考え方で基本的にやってるので、本当に誰とも徒党を組まないでやってるっていうのはやってますし、まあ、そういう考えでやってるって感じですね。はい、ちょっとそれで勘弁してください。まあ、1点だけ、はい、先生のお話の中に有酸素運動も、はい、あんまりこうやりすぎたらいけないって話があったと思うんですけども、はいはいはい、運動全体についているのは、だから運動っていうのは活性酸素とかですね、体自体、例えば軟骨だって痛めたりとかしますので、運動のしすぎっていうのは基本的には体に悪いっていう、そういうデータの方がやっぱ研究とかの方が圧倒的に多いですね。
はい、で例えばスポーツ選手とかも皆さんも知ってる限りでもよく早死にすると思いますし、やっぱり古代民族でも野生動物もそうだけど、そんなに運動してませんよ。はい、でなので、まあ、それで今の科学って言ってもあまりそのプロスポーツみたいに鍛えすぎるっていうのはいろんなね有毒物質とかそういうのも出たりとかしますので、運動っていうのは良し悪しだというふうに考えてもらった方がいいと思いますね。全く運動しないことはどうかっていうと今度筋肉全く使えなくなりますから、それはまた体の弱体化っていうことにはつながると思いますけど、例えば古代の民族って大体労働時間とかは20時間ぐらい、週っていうのが5日だとすると20時間ぐらい、だから1日平均4時間ぐらいですね。1日平均4時間ぐらいから狩猟とか採集してるんですね、簡単に言うと。で、弓とか持って狩猟したりとか、それはもうハードワークですけども、それ以外はほとんどダラダラしてるんですね。はい、で、女性子供とかは採集とか行ったりとか、そういうふうにしてますけど、それもある意味運ぶときは重労働だけど、他はもうダラダラしてる。ね、集落とかそういうのでダラダラしてるわけですけど、結局だから今の時代 の日本人というか世界の人たちの方が下手すると体を動かしてるかもしれませんね、はい、だからそれでもですね彼らはすごく筋肉質な体を持ってましたし、健康も非常に保ててたし、あとライオンなんかを見れば分かるかもしれませんけど、ほとんど動きませんね、結構ダラダラしてますよね、はい、野生の食草食動物でも休めるときかなり休んでますので、はい、だから人間が一番動いてんじゃないかなと。その中でさらに運動するっていうことで、自分を鍛えたりとかしてますけど、やっぱりそれやりすぎると基本的には体は痛めていくというふうに思いますので、やっぱまあその程度の問題はあると思いますけど、あんまりやりすぎるのはやましくないと思います。プロスポーツは必ず体は痛めてます。でもう統計的に見てもかなり早死にしてる人が多いですね。40代とか死んでる人結構いますよね。暴飲暴食してるからっていうのももちろんあるんですけど、はい、それだけじゃないっていうのもあると思います。